肉がえぐれた。痛い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 、やばいやばいやばい。いる。どうも、アニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは、ゴールデンカムイ第10話見ていこうと思います。はい、というわけで、俺が見たい部門ということで、見ているわけなんですけれども。まあ、いいですね。この作品はどんどん夢中になって、まあなんかもう本当に、もうがっつり何度も見てしまっているわけなんですけれどもね。今回でね、多分取りだめをして、あらかた、多分完結するかなっていう感じで、やっていこうかなというふうに思います。最終話まで見ていこうと思うのでね。よろしくお願いします。まあ、前回はすげえ谷垣がかっこよかったよねっていう感じで、まあ、なんか今までね、谷垣をこいつやべえやつなんじゃねえかと思ったら、もう至極まともなやつでびっくりしたので、まあ、谷垣の活躍に注目していきたいなというふうに思います。それでは見ていきましょう。ゴールデンカムイ第10話、よーい。アクション。それでは見ていきましょう。よーい。さあ、どう？さあ、さあ、さあ。さあ、足がね。うん。追いかけられる可能性があると。そうだね、足跡。そうか、もう、春になりかけてんのか。そうか、じわじわ攻めてくるわけだな。ごめんなさい。まあ、二階堂ね。さあ、どうする気？チャンスを狙うわけだ。けど、足がね、肉をえぐられてるわけだからな。うん。さらに。さあ、谷垣 VS 尾形だからな。どうなるんだろう、これ。そうか、春ってことは、どんどんでも、冬が終わっていって、春にまでもつれ込むのかよく考えた。そうだよな。永遠に冬の世界でやっていくわけじゃないもんな。まあ、言うて多分北海道だから、多分春も寒いんだろうけどね。夏の戦いとかあるのかな？さあ、アシリパさん。なんか土方がアシリパを目視し始めたからちょっとやばいんだよな。杉本に完全に目つけてきたからな。変身を前回倒したわけだけど。杉編の、杉本かける変身のこの BL 展開からの、殺害で終わったわけなんだけど。さあ、ワインディングロード。でもいいコンビだよね、なんか。アシリパと、アシリパさんとあれも。なんか今んとこね、こう、この世界の中だと僕はやっぱり、白石がめっちゃ好きだな。白石がいいんだよな。癒しになってる。なんか。Wind and load. OK, OK. 白石、頑張れ。お、谷垣も頑張れ。ねえ。どうする気だ？おお、仇を討ちたい。ええー。すごいな、その知識が。足跡を消してる？やばくない？寒すぎて死ぬだろ。おー、
さあ。まあ、念のためってことやな。さあ、なんだ？あれ？熊？わーお、自信たっぷりだな。さあ。なんか熊がいないか。なんか、フェイク？あ。え、なんで雪食ったの？肉がえぐれた。ヒグマに狙わせたのか。鹿か。うお。気が立ってるけど助けない。え、やばくない？死んだやん。うわお、銃ないと思ってるぜ。あるぞ。当たった！いや、でも直帰してそうだな。漁師の魂が。お？なんだ？助けに来てくれた？マジで？ウェーイ！あら。うん。狙われただけだもん。危ねえな。いや、この人死にそうなんだけど。大丈夫か？アイヌの人に助けられました。え、ほらー！ほら、撃たれたよ！防弾チョッキか。双眼鏡でガードしたのか。お、バレてる。包囲されたぞい。包囲された、包囲された。どうすんだ、尾形。島と尾形。いや、谷垣だよ。え？え？いや、強いな。谷垣やばくないか、この状況で。うん。どうする気？うわ、マジかよ、お前。痛っ、痛っ。痛い、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 やばい、やばい、やばい。行かれてるわ、こいつ。
裏切れねえ。リアルフクロール。マジ？覚悟は決まってるぞ。お？引き入れた。え？造反組？ガイド、こいつやべえな。なんだ、左右対称って。デスザキットみたいなこと言いやがったな。デスザキットだっけ？さあ。もう合ってるよ。なるほど。人魚の肉食うと不老不死になるって言うだろうな。ヤオビクニ。おお。まあ戦いで死ねない辛さっていうのもあるしな。お？知らやパッパ。伊藤の花。おお。へえ。なんで？ああ、聞いたことある、俺も。ん？なんて？岩を恩にちゃうカムイ。うん。神様？え？岩をオンネチャップカムイ。あ！あ。食べられるかもしれない。白石いいなぁ。え、引きずり込まれんじゃない？え？いる！え、どういった？いいやつだったよ、白石。え、誰だ？誰か潜ってきたの？あ、お父さん？きっちり飲まれてる。キロラン家ニシパ。あー、お父さんじゃなくてあれおじさん？ニシンの時にいたのがおじさんか。そう、お父さん死んでんだ。すげえでけえな。ええカッパか。うわーい。生活の知恵だなあ。あ、そうなんだ。食べたいって言ってんな。食べたそう。あ、白石の白石が何でもないです。鮭みたいな感じかな。確かに鮭の皮はうまいもんな。ひんなひんなだ。
なんか魚ってでかくなればなるほど大味になるっていうけど、そんなこと、うん、でかい しゃぶるサイズじゃないだろ。ふじみの杉本ですよ。なんだ？なんだ？昔に所属してたとか？あら？おお、除隊してるのか？日露戦争前にも除隊してんのかな？あ、そうか。あ、そうか、でも、不死身の杉本は知ってるから。最近状態か。死刑囚を全員皆殺しです。まあ、近海だよな。おー。そうね、ペットだな。餌を呼び寄せるペットです。はい。なんだ？うん。うわ！うん。小長部アスコ？土方？土方？ごめん。危ねえ！うん。マジ？父、うえぇ！父親が全員殺したってこと？うん。ロシア？ロシア人ってこと？小長部アスコ。父親の仇が父親じゃねえかよ。うん。そうね。うん。監獄だしな。でも入れないよな。アバシーは、やばいっていうな。面会とかもできないの？マジか、そっか、脱獄したのもな。タップを。オッケーオッケーオッケー。あ。うん。おお、はっきり言っちゃうんだ。入れ墨を見せてやれ。うん、怖いな。ええー、暗号を作る。なんかすごい高度なやりとりが繰り広げられてるな。おお。ああ、なるほどね。え？仲間に入れるってこと？
あら、谷垣とおそまだっけ。お、ん？そうなんだ。楽しそうだな。網走、旭川、遠いな。うん。淀川中佐。おお。マジ？いやー、やばいなー。鶴見注意が。うん。どこ？札幌か。あ、これ工作兵？マジか。なんかうさんくせえけどな、この人。犬小屋みたいな。え？それはあるよな。信用されてない。うん。まあね。いや、それはどうなのって感じだけどな。馬で移動するのか。頼む、守ってくれ、谷垣。ポニーなんだけど。白石。いいなぁ、白石いいなぁ。いいキャラしてるな、白石。いや、鶴見注意がやべえなぁ。え、二階堂って、え、杉田さんなの？全く気づかなかった。面白いなぁ。どうなるんだろう。いや、でもさ、あの人、うさんくさい気がするなぁ。個人的には信用してねえなぁ。信用できないなぁ。白石は信用できるんだよ。白石は信用できる、少なくとも。なんでかわかんないけど。でも多分、そういうなんか、目の前の、なんか、長いものに巻かれる生き方をしてないから、そんなタイプじゃないと思うんだよね。裏切るタイプじゃないと思うから、白石は信用してるけど、この人はな、もう一人はちょっとなんか、何考えてるかわかんないというか、どっち側の人間かがわかんないとか臭いよね。第七師団なのかどうなのか。基本的に第七師団の息のかかった人間は信用しちゃいけない感じがするよな。まあ、谷垣は別個だけど。脅威になり得ないけど、あの人は脅威になり得るからな。さあ、なんだ、雨だ。さあ、ホテル。札幌世界ホテル。ルテホ。すごいな。春雷。誰？誰この人？あっ！全集合！全集合！さ、何それ？どういうこと？
はい、というわけで見終わったわけなんですけど、いやー、うさんくさいな、あのキロランケさん。キロランケさんはすごいうさんくさい。なんか、信用していいのかっていうところだな。なんかでも、本当に白石は、まあ、土方にこう、なびかなかったって言っても見て、まあ、信用はできるんだろうな、こいつっていう感じがするけど、あの人は、なんか、アイヌに対してまっすぐ生きてて、なんか、アイヌがそれ、何アイヌとしてこう生きるのが正しいと思ったことなら、なんか何でもやりそうな、感じはするんだよね。なんかちょっとそれを曲げてでも杉本たちの味方をするっていう風に思うかと言われたらそんなことはないと思うんだよね。だからこそ鶴見中尉のやってることが正しいと判断したら普通に裏切りそうなところが怖いんだよね。なるほどなるほど、すごい情報がいろいろ明らかになったな。いやー、そうか、のっぺらぼう。あ、そうか、エンディングのあれはそういうことなのか。エンディングでさ、目が青く光ったっていうのは伏線ではあったのか。シリパも目が青いしねっていうところで、ロシア系？ロシア系ってこと？あっちの国から来たってことっていうか、うん、ロシアに金塊を持ち出そうとしたのかな。どうなんだろう。あれだよね、ロシアとかってなるとエトロフとか、エトロフとか北方領土系かな、カラフトとか、そこら辺の人間とこうなんか交流があったっていうことなのかな。どうなんだろう。なんだっけ、カラフトだっけ、なんだっけ、なんかエトロフだのカラフトだのっていうのをなんか小学校の頃地理で習った気がするんだよな。なんか北の 最北端みたいな感じで。あー、いやでもこれやばいなー、マジか。あー、どうなるんだろう、これマジ。網走にとりあえず行くわけね。いやー、その中でなー、いやー、でもあの人信用、でも信用するしかないんだよな、あの人を。とりあえず道筋としては信用しなきゃ行き止まりだもんな。とりあえず行かなきゃっていう感じか。いやー、鶴見中尉もやばかったしな。平気で鼻そぐし、平気で耳そぐし、怖いて、あの人イカれてるわ、本当に屈指のイカれやん、マジで。いやー、こっから先どうなるかだな、マジで。すごい気になりますね。いや、マジでやばいわ。あー、いや、でも谷垣と尾形のやりとりとかね。いやー、尾形がこっからどう絡んでくるんだろうな。杉本と会ったら尾形はどう動いてくるんだろうな。なんか、尾形は鶴見中尉と造反するだけで、なんか杉本の敵というか、金塊をひたすらに求めているってわけではなさそうだからね。どうなんだろう、そこら辺は。いや、厄介な奴らが多すぎるな。うん、土方もいるし。しかも、前回の時はさ、和名知らなかったからなんとかなったけど、和名知っちゃったからね。もう嘘つけないわけじゃん、土方の前で。うん。やばいなぁ。なんとかアスコ。胡蝶部アスコ。あー、気になるなぁ。気になる情報がいっぱいある。はい。まあ、とりあえずね、次回また見ていこうと思います。あそこによるっぽいよね、札幌。うん。まあ、そんな感じで、まあ、いろいろあるかもしれませんが、次回、殺人ホテルだよ。全員集合という感じで、まあ、8時に全員集合するかのように、殺人ホテルに集合という感じで、やっていこうと思います。はい。というわけで、今回はこんな感じで終わろうと思います。以上、ゴールデンカムイ第10話でした。バイバイ。